司試験は予備試験を受かった人は大体9割方受かった。英語だけ見ても相当レベル高いなって思って、大体1万人落ちて2000の時に受かるみたいな。自分でもまだ見てないですよね。あ、そうなんだ、はい、いいじゃんか、受験のリアルこれこれ、はい。どうも、始めました。もちろんチャンネル。さあ、今回はですね、はい、受験生版タイガーファンディングに出演させていただいた木村と申します。はい、お願いします。僕ら見てないのにどうなるかまだ分かんないんですけど、はい、どういう反応になってるかっていうのは怖いですね。不明な状況で撮ってるわけですか。いや、見たくないですね、はい、あの時は、はい、一次試験、はい、あ、予備試験の、あ、そうそう、予備試験の、はい、の一次試験の2日後でしたね、はい、そうですね、だから結果が分かんない状況で、そうですね、受けてたわけなんです、はい、結構ね、難しい試験だっていうのは、はい、後々知っていや、言えばよかったですね、それ、はい、そうなんですよ、はい、まあ、予備試験とかの知識ないんでね、僕らは、はい、それを知ってれば違ったかなと思って、あとね、英語の問題とかも送ってもらって、はい、今後出ますんで、あれ僕が解いた、あ、そうなんですか、はい、あ、楽しみです。解きました、難しいんですよって言ってでもどれを選んだかね、分かるようにしてくれれば、1問しかなかったから他の問題何選んだんだろう。選択式で、はいはい、そう、どれ解いていいかみたいなの選べるので、一番最初の自分がつけたとこだけ解きました、はい、いや、あれは正解でした。あ、よかったですだから英語だけ見ても相当レベル高いなって思って、あんな難しいの受けたわけですよね、はい、そしてどうだったんですか。はい、一次試験は当たってました。おどんな感じだったんですか、その試験。あ、私ですか。一次試験が、今年が出願者が1万6000人ちょいで、はい、で受験者が1万3000人で、はい、結構行かないんですね。行かない。諦める人多いな、やっぱり。記念受験で嫌になっちゃった人たちが3000人ぐらいいて、はい、途中欠席もすごい、122人も。だから過酷な試験だから。めっちゃ諦める試験なんですね。はい。で、採点対象者1万2882人。え、これ、時間どれぐらいなんですか、試験。時間が合計1次試験が8科目で、はい、8科目そうで、1科目30分なので、はいはい、それが 8×8 で240分。そうですね、ただ1科目30分って言ってもなんか、はい、3科目連続で受けさせたり。ああ、なるほどなるほど。1次試験は2次試験に比べると科目は少ないので、まあで、前2次試験に向けて勉強中なんですけど、はい、はい、じゃあ1次試験どうだったんですか。僕の合計得点159点以上が合格と。はい、で、自分が165で割とギリギリではありますけど受かってて、合格者数が2829人で、だいたい1万人落ちて2800人受かるみたいな。なるほど、平均点は高いですね、175。高いですね。やっぱ賢い人はいるんですね、世の中。あ、すごいですね。まあ、こういう風に本当受験みたいに出るんですね。はい、これが平均点みたいな。最高点232、平均127。憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、すげえ民事訴訟法、一般教養科目、ああね、一般教養。これは一般教養。自分がひどかったんですけど、平均点もやっぱりこれ60点中で、相変わらずなんかみんなできてない。いや、あの英語は普通に考えて、めちゃめちゃ帰国子女とかに有利です、はい、あ、そうですね。僕なんか英語の先生だから、これが正解だろうって疑えちゃうんですけど、あ、もうこのパターンできたらこれ正解だろうなって言って、やっぱりみたいになるんですけど、いや、酷です、あれは。はい、あれって英語選ばない方がいいですかね、選択問題。他に選べるんですね。いっぱい世界史とか日本史とか、あと科学系も理科系も全部あって、もう本当にどんな分野の人が受けても平等になるように、なるほど、いろんな分野の難しい問題が詰め込まれてるみたいな。あ、まあ準一級余裕で受かれて、まあ英検一級の単語は多少勉強しましただったら、まあいけるかな。余裕、語彙に関しては。あ、ただ語彙が分かっても内容が分かんなきゃなんで、はい、僕はまあ面白く読みましたけど、面白いと思いながら読んだけど、はい、いや、酷ですよ、あれは。あ、トフルとかやってる人だったら、まあいけるかなって感じでしたね。あ、じゃあ、え、自分の得点とかも見るんですか。自分の得点は自分でもまだ見てないですよね。あ、そうなんだ、ね、はい、あ、163ですね。あ、163 1個間違えてましたなんで結構4点ギリ。ああ、なるほど、自己採と違ったわけね。そう、2278位なんで、おスレスレですね。おお、ギリギリいやー、いいじゃないですか、受験のリアルです、これこそはい、受験生版って別に大学受験だけじゃないんだけど、はい、うわ、それはすごいいや、よかった。いや、ありがとうございます。でもそれを持ってってたら全然違ってたいや、でも時期が時期だったんで、うん、自分でも確信がなかったのと、あと、うん、今回やっぱ軟化したらしくて。ああ、そうなんだ、ね、なんでいつも例年だと162から165ぐらいが合格点なんですけど、うん、159が合格点になってて、なるほど、下がってたんで、それが分かってれば受かってたって自信持って言えたんですけど、なぜ中途半端なテスト取っちゃったんで、うんうん、まあ、いや、良かったです。いや、でも本当おめでとうございます。ありがとうございます。から2次はどれぐらい大変なんですか。
2次は本当に大変で、はい、この1次試験ですでに合格率 20% 絞られてて、はい、その中からさらにまた 20% 絞られる。うわ最終的に2次を通過する人は一番最初に受けた人の 4% ぐらい、ね、なるほど、4% か、はい、4から 5% ぐらい。うわその中に入んなきゃいけないわけですね、はい、今はどうやって勉強してるんですか。最近はもうひたすら論文試験なんで、はい、A4 用紙4枚ぐらい書く試験なんですけど、それもひたすらずっと書いて書いてみたいな感じでやってますね。うんうんうん、予備校とかはどうなの？行ってないですね。でも独学で自学自習、はい、やってます。今までそうやってきたんで、はいはい、特に変わりはないんですけど。添削とかあった？添削とかはあの研究会の先生が、あ、なるほど、はい、大学の先生がいて、その人が弁護士なので、あ、その方にやってもらったりしてます。三田にもね行ってたり。あ、はい、ただ三田の授業は週今日ちょうど今日だけ取ってたんですけど、普段は SSC の授業ばっかり取ってるので、うんうんうん、その弁護士の先生も SSC 出身で弁護士やられてる方なので、うんうん、ちょっと日向かって欲しいなって思いました。はい、今回はまあやっぱり壁が高い感はありますね。でこれ1次の点はその2次には反映されるんですか？影響はなしで、ただ2次落ちたら来年また1次から0からスタート。ああ、そうなんだ、はい、なんで少しできない。そうです、毎回1次を受かった強者がまた5分の4は落ちて次の2回の試験に戻ってくるので、なのでそれが本当に落ちる人が毎回毎回いるので、その人は将来にも戦わなきゃいけないっていう。これ、はい、受験者めっちゃ増えていくとかないですか？そうもう繰り越し繰り越しでポンポン見てる限り、なんか多分諦める人と同じぐらい、なんかそうかそうか、はい、そうですね、受験会場にすら行かない人が。そうですね、だからもう本当に大学受験の子たちに言ってんですよ、受験会場行けと。本当に辛い試験であればあるほど、難しい試験であればあるほど、はい、逃げ出す人があまりに多い。確かに本当に、いやそれをね、逃げ出さずに受けて、はい、さらにあの圧迫面接も逃げ出さずに。いや逃げたかったですね、あれは。もう一回やれって言われたら絶対やらないです。例えばなんか確実にお金もらえるって言われて行ってもやらないです。絶対やりたくない。わかります、だって僕も、はい、絶対行かないそうな立場だった。お金もらえるって言っても行かないし、行きたくないです、あれはもう。、はい、10科目を A4 用紙4まで40枚ぐらい書く試験なんで、ごまかしが効かなくて、そんな試験なの？完全に実力が試される感じで、しかもできる人でも集中力がないと2日間に分けて朝から夜までやる試験なので、すごい、はい、めっちゃすごいです。でもまあ次の試験さえ勝っちゃえば3次試験はもう 95% ぐらい受かる試験 で、はい、でそれを受かると司法試験を受けられるんですけど、3次は何が？面接みたいな、当日試験、はいはい、それはもう数十人ぐらいしか受からない試験で、それを受かって初めて司法試験受けられるんですけど、うんうん、その司法試験は予備試験を受かった人は大体9割方受かってる試験なので、そうなんですね、はい、なので次さえ受かればって感じでね。いやーなってください、もうさ、はい、弁護士になったら誹謗中傷の人に全部送りますから、はい、はい、任せてください。頑張ってください。思います。すごい怯えてますからね、僕がやるって言ったから。確かに自分に来た誹謗中傷も自分で解決できる。ああ、素晴らしい。だからといってやんないでください。怖いんで。繊細なんで。そうそうそう、よく出ましたね、繊細な人出ちゃダメだよ。後悔してますね。なるほど、はい、それをまだやっていくわけですもんね、はい、いや40度ない、はい、やっぱ弁護士になるってすごい、ね、そうですね。僕やっぱ一緒の英語の先生で目指してた人いたんですよ。あ、そうなんですか、はい、やっぱ毎年受からないっていう状況で。あ、なるほど、そりゃーなーって感じでしたね。そうですね、なんかこんなにむずいんですもんね。目指してみますか皆さん、どうですか？でも割と自分が勉強そんなに頑張ってきた自覚がそんななくて、はあ、結構周りの人見てるとそれが当たり前の世界だったと思うので、はあ、わざわざ法学部じゃなくて受験してから目指してるだけあって、はあ、結構モチベが高い人が出ていて、はあ、高校3年生ですでに一次試験分かってるって人だったり、高3で。あと在学中に司法試験も受かってるみたいな人も、はあ、まあ、自分の知ってる中でいたりもして、いやだからすごいです、本当やっぱ弁護士になるって大変なんですね。そうですね、尊敬ですよ。いやいやいや、まあ合格したらね、はい、何かしら僕らも助けられることもあるんじゃないかと思いますから、うん、何でも言ってください。欲しいものとかあったりとか。欲しいもの、はい、車とかですか？まあ松原さん頼めば買ってくれるんじゃないですか。本当ですか？小井さんも、はい。はい、でかく出たな。その前にまず受かるために頑張らなきゃですね、うん、ダメだったら来年もやる？今年ですか？そうそうそう、それは全然もう受験者の中では全然若い方なので、あ、まだまだ2年3年は。そうかそうか、はい、卒業した後もは、はい、大学院に。ああそっか、はい、うん、本来は大学院に行って、うん、
大学に卒業して司法試験受験資格やるみたいなのが一般的なので、はいはいはい、今は受かったらもう受けもみたいな感じではあるので、うんうん、もう大学院はもう決まってる？いや全然、受験は大学4年生ぐらいの時に受ける感じなので、うんうんうん、じゃあまだまだ、いや今3年？今3年です、うんうん、なるほどね、はい、まあ、まあ4年で受けてもまだまだ早い方だもんね。いやということでした。じゃあもしたくさん見たい人はなんか違うってなっちゃうかもしれないです。いや一発で、はい、ね、頑張ってほしいと思います。じゃあまた2時出たら、はい、ぜひ聞きたいと思いますんで、はい、まあ、ちょっとまだ壁は高い気はしますけど頑張ります。はい、頑張ってください。ありがとうございます。木村さんにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。